お疲れ様です。かぐやです。今回は金目鯛美術館ガチアサリでやっていきたいと思います。といってもこれはメモリープレイヤーなので後付け音声となっております。ちょこちょこカットを入れてね、見どころだけを見せていこうかと思います。強いところだけ見せたい方ね、でここなんですけど、味方2枚落ちてた状況で前線復帰遅いだろうなと思ってわざわざ体出して威圧だけしてました。そしたらなんかちょうど突っ込んできてくれたんで一気で拾いましたね。美味しい美味しい。ここからねスーパー押し込みタイムでございます。もうひたすら自分ここに陣取って嫌がらせしまくってキル取りまくってっていうのをやってました。ただ敵からしたらマジで腹立つスピナーやってたと思う。前線で死なないスピナーってなかなかうざいと思うんだ。それをめちゃめちゃやってましたね。ここなぜか生きてるんですよね。敵が頑張ってくれたおかげで無事勝てました。よかったよ生きてて。ここに永遠と陣取るの楽しすぎてね、ずっと やりたかったわここあのローラーワンチャンやれないかなって上からペチペチやろうとしたらちょっとホップソナーのおかげで勝てました。ここもなぜか勝てるという。やっぱスピナー強えよな。バレルがマジで強い。本当にバレル最強バレル最強ってずっと言い続けたい俺。逆にハイドラはちょっとゲームのスピードが上がったせいかあんまり強くないのかな。俺が多分使いこなせてないっていうのもあるんだろうけど、あんまり強いと感じるところが今のところないんですよね。これ多分いろんなところで言ってるかもしれない、もしかしたら。ただ敵にハイドラがいるとめちゃめちゃ辛い。射程で負けるとマジで何もできなくなる。だからこそハイドラも使いこなせるようにならないとなって考えてるんですけど、バレルが強すぎて、とりあえずエスプラ行くまではバレルで行こうかなって考えてます。で未だにねずーっとここに座って敵を倒すっていう作業をしてるんですけど、もう楽しくて楽しくて、自分アサリなんて一切集めずにひたすら敵倒してますもん。ここら辺もねワンチャンやれないかなと思ったらホップソナーでやれるっていう。案外ホップソナー強いんですよね。気づかないところでホップソナー来るから案外引っかかってくれる人が多くて、ありがてえありがてえ。マジでホップソナーバレネつけてくれたの神だよ運営ありがとう。そんな感じでねもうあと20秒切りそうなところですが、もう一個ダメ押しのバリア壊しをしてひたすら持ってるものを入れまくって、でちょっとこう調子乗ってね入れまくってたら追われて味方の神カバーで助かりました。ありがとう。キルテスが良くなったよ。からのワイプアウトで残り5秒、もうこれは完全勝ち確の流れでございます。いやーこの試合楽しかった。ごめん画面真っ暗になったのは無操作だったから。というわけで今回は22キル2デスでした、結構ねスプラトゥーンやってるのでまたいろいろと動画作れたらいいなと考えております。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。